挨拶ロストインパラダイス、どうも黒です。というわけで本日も始まりました。面白い作品をより面白くするための考察チャンネルのお時間でございます。最新14巻の表紙が解禁になりまして、過去最高のデザインだと呼び声も高いんですが、昨日の動画の冒頭でも触れました14巻の表紙にはスクナの指が4本映っております。そして今現在イタドリが取り込んでると思われる指の本数は15本、これを合計したら19本になるんですよね。でこれね、ちょっと考えた時に以前からも言っていたことなんですが、そことねうまいこと絡んだら面白いなっていう考察が一つあるので、それを皆様にもお伝えして皆様の意見も聞きたいなと思っております。皆様もご存知の通り、今1年以上やってる渋谷事変は呪術廻戦の中の3つ、人によっては4つある山場のうちの1つ目だと言われております。当初からもね、スクナの指はイニヤシャでいう紫紺のかけらみたいな、ドラゴンボールの世界のドラゴンボールのようなね、貴重な一本一本を探していくものかと思いきや、渋谷事変でバラバラバラと10本一気に出ちゃったよってね、あれこんなペースで指食べるのと皆さんも感じたと思うんですが、イタドリの取り込んだ指を振り返りますと、まず最初にイタドリが食べましたよね。そこでスクナの器になった。で2本目は五条先生がイタドリに指を渡してそれを食べて、2本目、3本目は少年院の特級呪霊を倒した時に取り込んだのを食べた。4本目が八十八橋での特級呪霊、石黒がこうイタドリに渡そうとしたタイミングで手に口が現れて食べた。渋谷事変で長宗戦でダメージを負ったイタドリに耳七がこう1本食べさせた。そしてジョーゴさんがバラバラバラと10本の指を食べさせた合計15本になります。おそらく今現在イタドリが取り込んでる15本、表紙に映るスクナの指4本、そして残りの2つの山場、これをね考えた時にこんな展開があったら面白いんじゃないかなと思いまして、残りの1本すでに誰かが取り込んでいる。これね、以前こちら、このね、動画の中でもお伝えしたんですけれども、つくもゆき。つくもゆきは日本で4人しかいない特級術師の一人。今までも東堂の称賛の頃、下等の過去編、特級なのに海外をプラプラ放浪中だったり、未だにそんなにこう素性がわからない術師の一人なんですけれども、下等の闇落ちに確実に影響を与えているということで、今までもね、作中で偽下等なんじゃないか、だとか、高専関係者の黒幕なんじゃないかとか、いろいろね、こう言ってはきたんですけれども、その動画の中で僕はつくもゆきに対して一つね触れたことがありました。それはつくもゆきの目の下にもイタドリと同じく線が入っていると。こう考えた時につくもゆき取り込んでたら面白いなぁと。確かにこれに関しては高専との関係性、そもそも五条先生との関係性だったり、僕含め読者はつくもゆきを疑いがちなので、そんなに疑われてかわいそうな部分もあるんですが、その動画の中でもイタドリは最初受肉する前はここに線はなかったけれども、スクナの指を食べてからスクナの目がギョロッとここに現れたことによって、そのスクナの目の線としてここにこう出た。それと同じようにつくもゆきもここに入ってるって考えると、もしかしたらつくもゆきもスクナの器なんてこともあるんじゃないかなと。仮にスクナの器じゃないとしても、つくもゆきは過去に原因療法だったり対処療法だったり、全員当時の天与呪縛も世界中探しても彼一人だったっていうセリフもありますので、研究をしてるような一面もあるので、何かしらの器になってる可能性だったり、自分自身に実験のようなものを施したりした、その余韻というか、呪霊じゃなく人間と人間の器 vs 器みたいな戦いがあったら熱いんじゃないかなと思いました。ただスクナの器イタドリユウジとつくもゆきはまだ直接会ってないと思いますので、その二人が会った時にスクナの器であるイタドリが何かしらつくもゆきに対して反応を示すのかどうか、またこれはねちょっと考えすぎかもしれませんが、イタドリユウジの存在しない記憶、未だに謎の出来事あるじゃないですか。つくもゆきはこの間視聴者様からも面白い意見をいただいたということで、九度の解任、九度の打体の昨日の動画でも話した受体クソ図、九度の解任プラス九度の打体、それがつくもゆきじゃないかと。この考え方は単純だと思うんですけども、確かに年齢があんまり変わらないようなルックス、天元様みたいに不死の術式があるなら不老の術式もあるんじゃないかとか思ったりもするんですが、受体クソ図とつくもゆきがもし関わっていた場合、長宗が存在しない記憶を受けた、東堂葵はつくもゆきに解領器を直伝でこう教わったっていう過去がある、その東堂もね存在しない記憶を受けたということなので、この二人がもしつくもゆきに関わってるんだとしたら、存在しない記憶っていうのももしかしたらつくもゆき関係で発生してる可能性もあるんじゃないかと。そう考えていくと、今後のエピソードでキーパーソンとなるのはつくもゆきじゃないかというお話でございました。考察っていうエンターテインメント、いろんな考え方をこう出すことが面白いと思いますので、皆様の意見もぜひ下のコメント欄にコメントよろしくお願いいたします。というわけで本日の動画いかがだったでしょうか。僕
のチャンネルでは面白い作品をより面白く狭く深く追求するチャンネルとなっております。第1章約束のネバーランド、第2章呪術回戦の動画、過去めちゃくちゃ上げておりますので固定コメントに関連動画載せておきます。というわけで、考察が好きな皆様は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。考察最高。では